チャット GPT4 vs 東大英語答えてくれるっていう面に関してはもう圧倒的に楽。かっこいい。はい、続いて和訳。続いて読解です。いよいよ。さあ、始まりました。もちチャンネル。さあ、今回はですね、チャット GPT4 vs 東大英語ということで、はい、東大英語 vs チャット GPT やっていきたいと思いますね。まあ前回ですね、チャット GPT と東大英語のやつやったんですけど、そしたら、おいおいおい、チャット GPT4 じゃないのに、3でやってもしょうがねえじゃん、みたいに言われたんで、それじゃ全然ダメですよって言われたんで、じゃあわかりました、ということで、やってみました。読んでですね。まあ確かに4の方が、他にいろんなことしなくても答えてくれた。3の方はですね、いろんなことをこうやってやんなきゃダメだよ、ああやってやんなきゃダメだよって状況をたくさん入れないと解いてくれなくて、東大の問題、超めんどいって思ったんですけど、結構楽にボンと解いてくれました、今回のねチャット GPT なんですが、答えてくれるっていう面に関してはもう圧倒的に楽。設問そんな変えなくてよかった。それでは最初いきますね。要約問題です。以下の英文を読み、その内容を70から80字の日本語で要約せよ。句読点も字数に含めるっていうのは見てみます。食事のマナーは人類社会とともに古くから存在している。人々は食料を共有し、家に持ち帰り系統的に分配することが私たち動物と区別する要因であると信じられている。鳥や犬、ハイエナは自らの子供への食料を持ち帰る。しかし食料の継続的な分配は人間だけの行為である。この活動は家族やコミュニティ、言語、技術、道徳といった基本的な人間の特性の形成に寄与した。食事は文明の基盤であり、食に対する人間の取り組みは絶えず、食事はただの栄養摂取以上の意味を持っているという内容は素晴らしいんですが、文字数制限全然守ってないです。これは3の時と同じですね。チャット GPT、 結局チャット GPT ね、文字数守んないんだよ。字数が全然オーバーでしょ。200ぐらいいってる。223字いってますから、はい、全然70から80ではありませんので、はい、正解です。要約問題はチャット GPT3 も4もダメ。どちらも間違っております。だから解けませんでした。続いて、空所補充問題ですね。空所に入るのはどれか文を入れるんですね。文挿入のもんですが、これも楽だった。前回いろいろ苦労したと思うんだけども、ポンとやって、ポンと答えてくれた。はい。では見てみます。チャット GPT の答え、E、C、D、B、F。全問正解です。素晴らしい。そして問題の極正序問題ですね。何回やっても極正序してくれなかった。さあ、今回どうなってますか ?How long they would have liked the conversation to have been? 全然違います。また選択肢にないの勝手に持ってきてるよね。答えは When they would have liked the conversation to have been over ですので、全然違います。はい。これも、前回めちゃめちゃ苦労しました。頼むから使わないでくれってやっても無理だったんですけど、なぜか正序問題無理なんですよ。解けないんですよ。極正序問題、チャット GPT 無理です。解けません。なぜか。こっちの方が自然みたいなの勝手に作っちゃうんで、なぜかできません。だから同じ問題抱えてますよ、結局は。はい。続いて、自由英作文。芸術は社会の役に立つべきだという主張についてあなたはどう考えるか、理由を添えて65から85の英語で述べようと。I believe art inherently serves society by reflecting its values, challenges, and aspirations. かっこいい。inherently ですか、もう備わってるものです。社会に貢献するんだよ。価値、チャレンジ、大使ですかを反映して。While it's not obligatory for art to have a practical function. ね、はい、プラクティカルな役割を持つっていうのは義務ではない。It often sparks dialogue, fosters empathy, and inspires change, thereby playing a crucial role in societal advancement. いや、かっこいい。ダイアログのね、元になる。このスパークダイアログとかかっこいいね。Foster empathy ね。この共感っていうのを促して、で、変化をね、もたらすもので。thereby playing a crucial role in これね、僕もライティングでよく使う表現。thereby ing で play a role in 使うやつ、はい。社会的な発達につながると。おー、かっこいいですね。非常にレベルの高い英語ですが、41語しかない。少ねえ。なんで守らないの？なんで語数守ってくんないのよ。続いて、英訳問題ですね。外部に立っているからこそ見えるものがあるのだから、それはそれでいいのだが、私などはもし自分が旅人ではなく現地人だったら、この街はどんな風に見えるのだろうかと考えることも多い。Being external offers a unique perspective. 外部であるっていうことがユニークな見方を与える。Which is valuable in its own right. それ自体で。価値がある。 Yet I often wonder if I were a local rather than a visitor, how would I perceive this town? Wonder なのにわざわざ疑問文にしてんだね。 I often wonder how I would perceive this town if I were a local rather than a visitor にしないんだね。まあでもやっぱ英語はすごいよね。
そして正誤問題です。はい、間違い探させるやつですね。まあこれも前回の時は非常に命令をどうやって出したらいいのか苦労したやつなんですが、答えは CEBDA です。はい。さあ、チャット GPT、CEBDC、1問間違えました。はい。1問ミスですね。時制ですね。違うとこ直しちゃいましたね。はい、続いて和訳。いけんのか、和訳。He didn't think so, as his teacher had told him to check out a book with a yellow label. あ、彼はそう考えていなかった。なぜなら、彼の先生が黄色のラベルのついた本を借りるよう言っていたからです。合ってるんですけど、設問は、そうが指す内容を明らかにして訳すことなんです。そうの内容を訳してないので、バツです。はい、残念。There is a divide between the noble calling to teach children how to read and the equally noble calling to inspire a love of reading. 子供たちに読む方法を教えるという高尚な使命と読書への愛を呼び起こす同じぐらい高尚な使命の間にはギャップが存在している。まあ、ギャップか、隔たりとかうまく訳してほしかったかな。でもまあ、できてると思いますね。C. Reducing choice whether through labeling.Age-related rules or restrictive policies. It's not a strategy that makes children fall in love with books and reading. 選択を制限すること、それがレベル付け、年齢に関連したルール、または制限的な方針を通じてであろうと、子供たちが本や読書を愛するようにさせる戦略ではありません。ちょっと下手だな。ことはとかってやんないとダメじゃない。選択を制限することは、ラベル付けや年齢に関連したルール、または方針を通じて、制限的な方針か。まあ、借りるのを制限するってことですね。子供たちが本や読書を愛するようにさせる戦略ではありません。和が抜けてるから、やっぱ変だね。選択を制限することはっていう風にしないと。ダメでした、チャット GPT。続いて、読解です。いよいよ。これも指示出すのめちゃめちゃ前は大変だったけど、結構できたかな。まず、長いんだよね。最初の説明問題ですね。下線部 A が指している内容を示した上で、それがなぜ unthinkable なのか説明せよ。下線部 A が指している内容は、学校が音楽劇サウスパシフィックを上演するにあたり、服が足りず、彼女が男の子たちと同じくらい、またそれ以上に背が高かったため、彼女を男の子の役にしたことです。これが、1980年代の典型的なアメリカの街で unthinkable を考えられないことであった理由は、その場所では男性が運転をし、女性が鏡で口紅を塗るという典型的な性別の役割が存在していたからです。この後ろの方だけ書いてれば OK ですね。前の方はいらないな。次、下線部 B に与えられた5を正しい順に並べ替え。出た、並べ替えできんの ?How had they known what they looked like so easily?How had they known what they looked like? はい、正解です。よかった。この並べ替え問題は正解することできましたね。下線部 C について誰がどのように感じたのか理由も含めて書け。彼女自身、著者が感じていることは通常の自分の姿ではなく男の子の役の衣装を着ている姿の方が自然であるということ。これは普段彼女が感じている自分の体外見に関する違和感や不快感がそのビデオの中で自分の姿にはなく彼女がそこに映し出されている姿に安堵感や自然さを感じているからです。ビデオの中での自分の姿にはなく。ああ、そういうことか。はいはい。まあこれも長いですね。まあ違和感がないとかっていうのはあってるんですけど、だいぶ説明が長いって感じかな。次、空所補充と適当なものを入れなさい。ABCD 書いてくれてねえな。Flash, Hate, Shock, Pleasure, No, Rage。30番だけ間違ってる。No なんてそもそも選択肢なかったぞ。Love だよこれ、正解。新たな単語を勝手に入れちゃってる。ということで1問正解。で、次がバレイ。はい、正解ですね。これ確か3の時は間違ってたな。うは C。はい、正解です。はあ、ということで、3よりはだいぶ正答率は高くなりました。高くなりましたけど、それでも、まだ、ちょっと厳しいかな、東大は。まあ、合格する可能性は全然あると思います。他教科考えたら。ただ、英語はやっぱり字数守らないっていうのをひたすら続けてるので、それが問題ですね。字数制限をちゃんと守れるようになるかが、東大合格への鍵だと思います。それができれば、内容はめちゃめちゃいいので、余裕でいけるかなと思いますね。だから、要約問題オーバーしちゃってる。自由英作文は字数が足りない。説明問題は多くのことを書きすぎちゃってるっていう感じですね。ちょっと和訳もミスがいくつかあったので、そこは気になったところでしたね。はい。これがチャット GPT の力でございます。皆さん見てみてどう思われましたか?ぜひコメント欄で感想をお聞かせください。まあ来年あたりにはね、チャット GPT 負けるんじゃないですかね。わざわざこの動画のためにね、サブスクライブ1ヶ月に20ドル払ってますんで、ぜひとも高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、ということで、2022年の東大英語とチャット GPT 戦わせてみました。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.